漫画で解説南海トラフ地震その日が来たら保存版8日に気象庁が南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表し現在南海トラフ地震に対する関心が高まっております内閣府がこのような南海トラフ地震に備える漫画を用意しており東側編は四国沖で先に地震が発生すると想定した 南海トラフの東側地域にお住まいの方向けの内容となっており西側編は静岡沖で先に地震が発生すると想定した南海トラフの西側地域にお住まいの方向けの内容となっておりますこの動画の最後に漫画の内容を一通りご紹介いたしますがこのような防災対策も漫画であれば読みやすいという方もいらっしゃるのではないでしょうか ぜひともご家族などでご確認いただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。